さえっ、ー、と今日はちょっとライジンの重量級について少し喋っていきたいと思いますえっ、ー、と僕のチャンネルの中でもですねコメント欄でよく、えー「ライジンはつまらん」と「えーまあ、ちっちゃい軽量級あと女子の試合ばっかりでペチペチやってるの見せられても面白くない」と「なんでライジンは重量級やらないんだと」 重力やんないから人気出ないんだ的なコメントが、えー、結構ありますうん結構この重量級を求める声っていうのはかなり多くて、えー、根強いですで、えー、この「r i z i n がなぜ重量級やらないのかということについてなんですけど、えー、と実はですねまあこれご存知ない方あるいは忘れてる方もいるかもしれないんですけど r i z i n は発足当時、えー、2015年 にまあ発足したんですけど、えー、2015年発足で、まあ、翌年の2016年に関してはほぼ重量級の試合をメインにやってみますなのでライジンはもともと重量級メインの重量級路線の団体だったんですよね。でそれを、えー、一気に舵を切って、えー、男子軽量級、えー、および女子あとキックボクシングの試合に えー、2017年から、えー、ガラッと変えました、えー、なぜそんな決断をしたのかなぜライジンは重量級を諦めたのか、えー、結論から言うと、えー、ライジンの重量級は、えー、人気がなかかったからだと思います、えーまああくまでもこれは僕の、えー、推測になります でこれからお話しする話のほとんどは僕の推測なのでまあ間違ってることも,もしかするとあるかもしれないですけどあくまでも一人の MMA ファンの推測と思って聞いていただければなと思います、えっと、まずそのジライジが重量級路線としてスタートした2015年、まあ、大晦日かから2016年にかけてなんですけど無差別級トーナメントをまあやってるんですよね2回。 でこの時の出場者が、まあ、ミルコ・クロコップ選手だったり、えー、とキング・モー選手とか、まあ、過去日本で活躍した外国人選手それから新しい外国人選手を呼んで、えー、行っていましたで最初の発足当時の試合に関してはあの旗揚げ戦ですねに関してはヒョードル選手も呼んで1、えー、試合だけ出場していますね で、えー、その後まあ1年間重量級でトーナメントをやったり、えー、試合を続けたんですが、まあ、翌年から急に、まあ、重量級の試合がガクッと減って、えー、男子軽量級、えー、それから女子あとキックボクシングの試合が増えたとで、ここはなぜそんなことをしたのかとうーんまあこれはまあちょっと例えるなら仮にパン屋さんでカレーパンを売りたいと。 カレーパンを売り出したいと思っってカレーパンたたくさん作ったところがアンパンとクリームパンの方が売れちゃったカレーパン全然売れないってなった時に店長として「いや俺はカレーパン売りたいんだカレーパンをみんな食ってくれ」っていうのかそれともお客さんが求めてるならじゃあカレーパンちょっと減らしてアンパンとクリームパン増やそうかっていうのと、まあ、どっちの方が、まあ、店長としてお客さんのことを思ってるかなっていう話になるわけですよね。 ライジンがこのパン屋さんだとするならばおそらく重量級がカレーパンでアンパンクリームパンっていうのはまあ天心選手玲奈選手に当たると思いますでおそらくそのお客さんというのはですねまあこれは,は分かりやすくおそらく視聴者、まあ、視聴率と言っていいと思いますあのおそらくですけど視聴率がその2人の試合は良かったんだと思いますうん 当時は。で、そんな麗奈選手や天心選手が視聴率を取れるんであれば、フジテレビとしては当然その二人の試合をまあ流してほしい、増やしてほしいっていう流れになると。で、ライジンとしてもまあ当然そういう方向に行きますよね。うん。まあさっきのパン屋さんの例えじゃないですけど、人気商品に力を入れるっていうのは当然の。 ことですそれはファンのことを思っての,あの行為というかねファンが求めるものを提供するっていうことですからなのでまあ男子軽量級女子あとキックボクシングの試合が増えていったで次の年に堀口選手がライジンと契約してまあ完全にその方向が加速していくっていう流れなんですよねでまあこの。 まあ、重量級を求める声と、まあ、日本人を求める声、まあ、両方求める人もい,いたとは思うんですけどどっちの声の方が大きかったかというとまあおそらくですけど視聴率とかをチョイスして、まあ、日本人軽量級女子路線に行ったっていう流れを見る限りそちらの声の方が大きかったっていうのは、まあ、間違いないだろうなと思います。 うん、重量級の方が人気があったら多分そっちに切り替える必要はなかったので、まあ、やっぱり重量級の人気が出なかったでかたや軽量級と女子の方が人気があったっていうことになるんだと思いますでこういった話になるとまあレーナ選手なんかが人気があるってことに対して、まあ、あれはアイドル的な人気でしょとレーナの人気はと格闘家としての人気じゃないよね いいうよううよな意見を言う方もいらっしゃるんですけどまあライジンはあ,のあんまりそこ関係ないというかあの地上波をで視聴率を取るってことをある程度まあ、ん経営戦略にしちゃってるのでこれがお金を払ってくれるコアファンのための、えー、ペーパービューの売り上げで経営していくっていうんであればまあ、コアなお金を払ってくれるファンに向けて こう団体を作っていくっていうのはありだと思うんですけど、うん、地上波の放送権があってでフジテレビさんからの放映権利である程度経営していくっていうところがあるのでどうしても視聴率は無視できないとそうするといわゆる、まあ、ライト層といわれるような、まあ、格闘技はたまに見るよねっていうぐらいの人の声をしっかり拾わなきゃいけないというのがあってまあ実際あのーまあ、去年のおみそかなんかは、まあ、レイナ選手は。 アイドル的格闘家かもしれないですけど格闘家ではないただの YouTuber である、まあ、柴田さんをリングに上げたりしてるわけですからね、うんまあ、元格闘家か、うんまあ、そういうのがあるのでライジンはなので別にうーんアイドル的で人気だろうと何だろうと人気がある選手は使うっていうのはまあまあそれはま決して間違ってはいないと思います。 でライジンでじゃ重量級を求める人の声っていうのはライト層じゃなくてコア層だったんだとコア層のコアな格闘技ファン格オタといわれるような人たちが重量級をライジンで見たいって言ってたのかっていうと多分僕は違うと思いますおそらくライジンで重量級を見たいって言ってる人たちはいわゆるライト層だと思います。 なぜかというと、えー、ライジンっていうのは、まあ、2015年発足なんですけど、まあ、プライドが消滅したのが、えー、2007年かな。でそこからまあドリームがあってドリームとか、まあ、戦国ですね、まあ、それもまあ潰れてしまって、えー、ライジンができてって、まあ、約10年ぐらいこうちょっと日本の MMA はこう下火になった時代があるんですけど、まあ、僕のチャンネルの中でも結構いろんなコメントで。 えー、プライドは見てたけどプライドが終わってからドリームとかはあんまり見てないっていうような方のコメント結構多いですよねつまり10年ぐらいちょっと MMA から離れてた人たちが多いんですよ日本の,あの格闘技界というかねでさっきお話ししたコアなファンコアなファンの人たちはどうしてたかっていうとその10年間の間多分 UFC を見てたんですよ うん、オタクですから、コアですから <laughs>。で、そうすると UFC で世界トップレベルの重量級の戦いを見てるという人たちがライジンに重量級のトップ選手を出してくれって求めるかっていうと、UFC で満足しちゃってるんで、多分そんな求めないと思うんですよね。まあ求めた人もいるかもしれないですけど、ごく一部じゃないかなと。 UFC を見るようなコアなファンたちはあまりこのライジンに重量級を重量級をってそんなに望んではいないとで逆にあまり10年間ぐらい格闘見てなかったライトなファンの人たちがまあ重量級が見たいっていう声を上げているんだと多分まあ僕の推測ですけどねでそうするとその人たちに向けて提供する 試合どういう選手を呼んでどういう重量級の試合を見せればいいのってなった時に、まあ、多分一番いいのはノゲイラ選手とかミルクコ選手とかヒョードル選手とか昔のプライドを沸かせてくれたような人たちをもう一回呼んでやるっていうのが一番いいんですけどまあそういう選手たちはもう軒並み40前後でまあ仮に呼べたとしても。 もう未来がないですよね、うん、1年か2年は盛り上がるかもしれないけどそこからどん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 みんな引退していっちゃうのでそういう選手をいっぱい呼ぶっていうのはまあまいます、まあ、まあ、ミルコ選手とかキング・モー選手とか呼んでましたけどまあ1人2人でいいんじゃないかってとこですよねそんないっぱい呼んでも仕方がないので。 そうするとじゃあ次にどういう選手を呼ぶかっていうとまあ一番いいのはまあ世界トップレベルの選手を呼ぶっていうことですけどさっきお話したように世界トップレベルの選手はみんな UFC にいると。でものすごいお金をかけてじゃあ UFC から引き抜くっていうようなことを仮にやったとしてまあ当時だったらじゃあケイン・ベラスケス選手対ジョン・ジョーンズ選手みたいなもうライトヘビー級チャンピオンとヘビー級のチャンピオンを呼んで。 日本のライジンで試合するって言った時にもうこれとんでもないお金かかります下手すると10億円とかもっとかかっちゃうかもしれないぐらいのお金をかけてバンってやってそれで日本でどれほどこう反響があってスポンサーがついてお金が回収できるかっていうとまあほとんど知名度はないですから日本ではまあ費用対効果としては悪いですよねうん。 でそういう試合を試合だけ組んだって意味がないわけですからこう継続しててやっいいいかななきゃいけないとそうなると現実的にライジンが重量級で、えー、継続的に試合をやっていけて、えー、よりファンの心をつかめるってなるとどういう選手を呼べばいいかってなると、まあ、まだ世界では無名だけどこれから世界に。 打って出れるようないずれ世界のトップレベルに食い込んでいけるようなポテンシャルを秘めた選手を、まあ、スカウティングで見つけて呼んでくると世界中からそれがまあベストだろうとで実際ライジンが呼んできた選手っていうのは、えー、イリプロハンスカ選手ネムコフ選手、えー、ホーゼン・ストライク選手あとはモルダスキー選手。 なんかなんですけど、こういう選手たちは実際どうだったかっていうと、今現在ですね。今現在は、えー、UFC で、えー、タイトルマッチに絡んでるような選手。あるいは、ベラトールでもうベルトを巻いているというような選手がいる。まあ、当時はライジンで集まっていた。つまり、当時のライジンの重量級は、世界に、 のトップレベルに食い込んでいけるようなポテンシャルを秘めたこれからの、まあ、若い原石みたいな選手がちゃんと集まってたんですよねなので決してレベルも低くないあのいい選手が集まって試合をやっていたけれどライト層の先ほどお話しした重量級を求めているファンの心はつかめなかった、うん、なぜつかめなかったかと。 プライド K1 は昔盛り上がったその時はじゃあライト層の心を掴んでないかって言うとそんなことはなくてたくさんのライト層と言われるような人たちの心も掴んでたんですけどこれ決定的に足りなかったピースとして。